SCP-4999 の非自発性または同時に1名を超える人物のもとに出現できない性質。加えてオブジェクトを直接目撃した人物に続いて起こる即時的な死亡のため、SCP-4999 は効果的に自己収容状態にあります。SCP-4999 の出現を捉えた監視カメラ映像や写真などのあらゆる記録は捜索され、それらのメディアは分析のため没収されます。一般大衆の中で間接的に目撃したすべての人物は記憶処理を施されます。SCP-4999 は未知の組成の人型実体であり、外見上中年の男性に見えます。物理的な姿は変化しますが、黒いスーツのみはその出現中に一貫しています。記録されている SCP-4999 の出現イベントの少なさと、これらの発生する非常に特定的な状況のため、その本質と意図に関する利用可能なデータは限られています。しかしながら、その行動は記録されている目撃情報の全てにわたって一致しています。SCP-4999 はその時点で孤独な1名の人物の旗にのみ出現します。データに記録されている全ての対象は末期の健康状態や致命的な怪我を負った状態、または臨終する直前の状態にあり、彼らが死ぬ20分未満の時に SCP-4999 は個人の視界のうちとそのすぐ旗に現れます。SCP-4999 は対象に意識があり孤独な場合にのみ現れます。対象が昏睡状態や眠っている時、意識がない状態の場合は出現せず、対象が世話を受けていたり、他の人物と一緒にいる場合や、その他では他の人物に直接監視されている状況にも出現しません。出現に際して、オブジェクトは座ることのできる家具がある場合は対象のベッドの横に直接座ります。もしそうではない場合、妨げなしに対象へ直接物理的接触を行えるような形状のあらゆる床、地面に立ち続ける、もしくは座り続けます。一度この状態になると、オブジェクトはジャケット左の内ポケットからタバコの箱を取り出し、対象にそれを手渡します。対象がこれを受け入れると、SCP-4999 はタバコを対象の唇に加えさせ、もう一つを自身で加え、両方に火をつけます。対象がこれを拒否した場合、SCP-4999 は代わりにタバコに火をつけ喫煙します。オブジェクトは対象と、典型的には対象の手を握ったり、自身の手を対象の手の上に重ねたり、対象の肩に手を乗せることで物理的接触を行います。その後 SCP-4999 は対象が息を引き取るまで、静かに動くことなく旗に居続けます。SCP-4999 が他のいかなる活動や振る舞いを行う様子も確認されておらず、対象が死亡すると即座に消失します。しかしながら対象のタバコは残留し、これは SCP-4999 の存在の唯一の物理的証拠として認められます。現在のところ、オブジェクトに対しひるんだり抵抗しようとしたりするものはおらず、オブジェクトの存在をアイコンタクトで確認したり、オブジェクトの接触を繰り返させる、あるいは手助けするために姿勢を変えたり、その存在に気づいた時に涙を流し始めたり、タバコを受け取る時に口で感謝を述べる多様な対象の実例があるにもかかわらず、会話を試みようとした対象は確認されていません。SCP-4999 に影響を受けた人物たちは多くの共通する特徴を有しています。確認された対象への調査は、SCP-4999 が以下の状態にある個人のもとに最も出現しやすいことを示しています。一人で生活している、無宗教派である、貧困またはホームレスである、精神病の経歴を持つ、退役軍人である、犯罪歴がない、または暴行罪の判決を受けたことがない、
現在のところ存命の親族がいない。未結婚あるいは重要な他者を持たない。コミュニティ内での社会的な立ち位置にあまりいない。または全くいない。プロまたは個人として達成したことの重要な記録を一切誇示しない。利益的な相互対人関係を持っていない。もしくは各々の社会基準から見て、ありふれていたり、没個性的であったり、無視をされていたり、平凡あるいは重要ではない人物であるようにした生活史や素質を示す人物が該当します。SCP-4999 に関する実験は認められていない、または試みられておらず、これは対象を観察することがオブジェクトの出現を妨害するという入手可能であったデータと、同様に倫理的配慮が原因です。SCP-4999 は当初、都市伝説のように新たに出現した形式の結果として発見され、世界各地の病院の監視カメラに映り込んだオブジェクトの映像が、インターネットや種々のテレビ放映を経由して拡散されていました。小規模の偽情報プログラムがこの公開されている画像に対し実行され、SCP-4999 は1998年11月27日に正式に登録されました。SCP-4999 の分類に続く数年間、追加調査と類似する現象の報告のよそ参照によって、SCP-4999 の出現の具体的な証拠が近代の撮影とビデオ記録技術の出現により指摘され、類似する特殊性を示している文書と図の芸術的描写、SCP-4999 との振る舞いと物理的な類似点の存在が世界の歴史や文化、神話に認められ、いくつかの報告は数千年以上前のものであり、いくつかのケースは人類の文明を先行しています。どのように近代以前の文化が SCP-4999 の出現であると見抜くことが可能であるのかは現在解明されていません。調査は継続しています。